はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、小室圭さんがですね、司法試験ですね、アメリカのですね、司法試験に不合格だったというニュースが入ってきてですね、まあ、実際それが事実だということが分かりました。でですね、小室圭さんはですね、実はこの件に関してですね、開口人物ですね、ある人物に大変申し訳ありませんでしたというふうに謝ったんですね。はい。じゃあですね、この小室圭さんが唯一謝った、司法試験に落ちてしまって、唯一謝った人物とは一体誰なのかっていうことですね。で、実はそれはですね、眞子さん以外の人物なんですね。それは一体誰なのか、そしてなぜ謝る必要があったのか、この辺に関してですね、ちょっと深掘りして喋っていきたいかなというふうに思っております。はい。まずなんですけども、まあ、小室圭さんと眞子さんといえばですね、まあ、最近ですね、まあ、言ってみたらそのね、結婚会見も終わったということで、まあ、あとはですね、アメリカに移住してっていう話なわけですね。はい。で、小室圭さんはですね、やっぱりその司法試験に受かってるか否かっていうのがすごい重要なところだったんですよね。というのはなぜかっていうと、そのもう一応就職先は決まってるんですけども、司法試験さえ通っていればですね、初年度から年収2000万円超えが確定するわけなんですね。まあ、しかし、落ちてしまうと年収600万円になっちゃうわけなんですね。ニューヨークっていうのは物価がすごい高いんで、やっぱね、これ受かっとかんとまずいわけですよ。ね。まあ、しかし、落ちてしまったというわけなんですね。で、この司法試験っていうのは基本的に年2回あるんで、今回落ちてしまうと次は来年の2月だったかな ?2 月か3月くらいにやるらしいんですよね。はい。まあ、だから、まあ、小室さんはその2月3月の試験を目指して、まあ、言ってみたら勉強を始めるっていう形なんですね。で、実際まあ、試験には落ちましたけども、ニューヨークに行かないってわけじゃなくて、もう11月中にはですね、もうちゃっちゃと渡米しちゃうみたいですね。はい。で、まあ、向こうで仕事しながら勉強もっていう形になるっていうね、話なわけなんですね。うん。でですね、そんな中で小室さんが落ちたという話なわけですよ。はい。まあ、ちなみにこの9227人が受験して5791人ですから、まあまあまあ半分以上くらいは受かるね、確率なわけですから、まあ小室さんのことですから次回かその次くらいにはまあ受かんじゃないのかっていうのがですね、まあ大多数の意見みたいですね。はい。でですね、そんな小室圭さんなんですけども、この落ちてしまったことに関してですね、開口一番にですね、すぐさまですよ、皆さん。すぐさまもう連絡して謝った方がいらっしゃるんですね。はい。で、これ誰かっていうとですね、実はですね、弁護士事務所所長の奥野さんっていう方なんですね。はい。で、この奥野さんって誰かっていうと、要はその小室圭さんが日本で勤務していた時の弁護士事務所の所長なんですね。はい。小室さんはですね、アメリカに留学する前は、その日本でですね、弁護士事務所で働かせてもらってたわけなんですね。はい。まあ、だから言ってみたらすごいお世話になっていた方なんですよ。で、この方にですね、開口一番ですね、小室圭さんが落ちた瞬間に電話をして、大変申し訳ございませんでしたっていうふうに謝ったわけなんですね。うん。で、今回の件についてはですね、奥野さんがですね、NHK の取材に応じてですね、連絡があって謝られましたみたいなことをしっかりとですね、もうおっしゃってるんですね。まあこれはだから言ってみたら事実なわけなんですよ。はい。で、どのように具体的に謝られたかっていうと、電話が来てですね、今回の試験の結果は不合格でした、不合格でした。大変申し訳ございませんっていうふうに報告があったっていうことなんですね。うん。はい。で、来年2月再チャレンジしますと、努力を積み重ねていきますっていう風に、まあ、おっしゃってたっていう感じみたいなんですね。はい。でですね、じゃあなぜですよ。なぜ、この小室さんはですね、その、まあ、奥野さんにですね、わざわざこの電話をしたのかっていうね、話なんですけども、まあ、これはですね、単純に、そのね、昔働いていてお世話になっていたみたいな、そんな単純な簡単な関係ではなくて、ここにはですね、お金が関係してるんですね。はい。というのは何かっていうと、結局の奥野さんっていうのはですね、小室さんの実力をすごい買って、アメリカに留学中の小室さんをですね、金銭的にサポートしていたっていう話なんですね。はい。要はですね、まあ言ってみたら小室圭さんのお母さん、小室佳代さんっていうのは、金銭トラブルが絶えない方なわけじゃないですか、言っちゃうんですけど。うん。だから決して裕福なわけじゃないんですよね、小室家っていうのは。はい。で、そんな中、小室圭さんがアメリカに留学して、まあ大学ね、通いながら勉強していろいろしないといけないわけじゃないですか。ね。ってなってくると、やっぱり金銭的援助がどうしても必要になるんですよね。でも小室佳代さんにそんなことをする余裕はないわけですよ。じゃあそれを誰がしていたかっていうと、この所長の奥野さんなんですね。うん。この奥野さんがですね、毎月20万か30万くらいでしたかね。はい。それくらいのお金をですね、なんと送って、なんとですね、小室圭さんを援助していたわけなんですね。これなかなかすごくないですか?うん。で、しかもですね、なんと奥野さんは別にその貸したわけとかじゃないらしいんですよ。もうあげたらしいんですね。これはあくまで貸して、後で返してねとかそういう話じゃなくて、もう援助だからと。ね、あげるから、これあげるから自分でね、もう好きにやってっていう形で、その小室圭さんにお金をあげ続けていたわけなんですね。だから言ってみたらですよ、その小室圭さんがこのようにですね、アメリカの大学をきちんと卒業できて、そしてこう試験を受けたりとかすること
ことができたりとか、でもっと言うとニューヨークの弁護士事務所、法律事務所に就職できたの、すべては奥野さんのおかげなんですよね。奥野さんがお金を援助してくれたからこそ今の小室さんがあるわけなんですね。うん。まあだからそう考えると、まさに恩人なわけですよ。だからこそ、その奥野さんのためにも、司法試験には絶対受からないといけないわけだったんですよね。はい。まあしかし落ちてしまったからこそ、奥野さんに、申し訳ございませんでしたと。落ちてしまいましたと。ね。次回頑張ります。より一層努力します。っていうふうに、まあ連絡したというですね、わけなんですね。うん。まあだからそう考えるとですね、ね、この奥野さんという人間もなかなかすごい方ですよね。うん。まあだから何がそこまでね、小室圭さんをね、そう援助したいと思ったのかっていうのはちょっとわかんないところではありますけども、うん。まあ言ってみたらだってね、奥野さんからすると自分の弁護士事務所には他にもたくさんのね、若い人たちが働いてるわけじゃないですか。その中の一人に過ぎないわけですよね、小室さんは。にもかかわらず、そんな一位ですよ。一位、元職場の仲間だった小室さんに、ここまでの金銭的な援助をですね、するっていうのは、なんかよくわかんないところありますよね。うん。まあ、可能性としては、まあ、単純にその小室圭さんっていうね、人間、ね、そのね、人間性を買ったとかですね、もしくはなんか将来性を買ったとかね、はい。まあ、はたまたですよ。はたまた、やっぱりその皇室との関係っていうんですか、そういうのを踏まえた上で、うん。ちょっとここは援助しといた方がね、後々自分の得かなと思ったとか、まあいろんな理由わかんないですよ。わかんないですけど、いろんな理由が考えられますけども、ただ何にせよ、まあすごい話ですよ。はい。まあだからどんな理由があるにしろですね、ただ立派だなっていうふうには思います。僕は別に小室圭さんが特別立派だなとは思いませんけども、この奥野さんに関してはですね、単純に立派だなっていうふうにね、思いますね。うん。なかなかできませんよ。うん。身内とかだったらわかりますけどね。はい。身内とかだったらわかるけど、もう他人も他人、ど他人じゃないですか。ね。たまたま自分のね、弁護士事務所で働いていただけの人で。で、しかももうね、そこから退職してるわけですからね。関係ないわけですからね。はい。その人に毎月うん十万って金をですね、送り続けるっていうのは、まあなかなかできていることではないなと思うんで、うん。まあ、この辺はですね、ちょっとね、奥野さんのですね、なんでしょう、男気みたいなところがあったりするんですかね。はい。まあ、ただですね、そのためにもですよ、その奥野さんのためにも、こうなってくるとですね、小室さん、来年2月は絶対受かんないとまずいですよね。はい。これでね、またすいません、また落ちちゃいましたっていうと、さすがにちょっとかっこ悪いなっていう感じがしちゃうんでね。まあ、ベストで言えばね、1回目でバツンと受かってね、奥野さん、見事僕受かりましたよ、奥野さんの援助のおかげですっていう風に言うのが、まあ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 、一番かっこいい展開ではあったかなって思うんですけどもね。まあ、そうそうなかなかうまくはいかんかったっていうですね、話なわけですね。はい。まあ、というわけでですね、まあ、結局ね、司法試験に落ちたわけですけども、はい。まあ、アメリカに行くとは確定してるんでね、アメリカで一体どんな生活をですね、小室圭さんがしていくのかということで、ちょっとその辺もですね、今後ね、僕的にもちょっと注目していきたいかなというふうにですね、思っております。はい。何にせよ、奥野さんすごい人だという話ですね。はい。奥野さんの人格が素晴らしいと。とにかくすごい方だという話です。というわけでですね、今日はここになります。この話ですね、ちょっとどこでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。